皆さんこんばんは、に尾です。さあ、本日、えー、3月の16日、えー、いつもならば、ちょうどね、今、撮影している時間というのが、高瀬くるみちゃんのバースデーイベントが終了したぐらいの時間になります。まあね、えー、行ってみたかったうー、なんて思ってますけど、えー、延期でしょう。ねということで、 えーと3月の16日本日誕生日を迎える高瀬くるみちゃんについて今日はお話したいと思っております。付き合ってくださいえー、っとねまあ僕デビューしてからずっとなんていうの,あの追っかけてるのが全員ってわけじゃないからやっぱりね高瀬くるみ研修生時代の中盤ぐらいからなるのかな、えー、っと意識がなんていうか向いたというのはね。 ネガポジポジというね演劇女子部の、うん、舞台かなその時に、まあ、ネガポジポジ自体がなかなかねなかなかネガネガな、うんまあ、ポジポジでいいんですけどなかなか <laughs> 分かりにくかったんですよ僕あの。非常に自分のなんてうんですか理解力の少なさに落ち込んだ舞台なんですけどでその時にやっぱりしっかり目立っていたというか脚本関係なく。 自分っていうことを自分っていう意味なんていうのかな配役の意味なのかななんかそれだけは届くというようなところがあってそれでちょっと高瀬くるみ注目したののなんてて覚えておりますでまあくるみんなんてね、えー、言われてますけどあの彼女の昔その前のキャリアなんていうの土地乙女めなんていうのをちょっと見たりをしたら。 あーなんか頑張りとか超伝わってくるんだけど、うん、なんかそこやっぱりつ繋がらないくらいなんかハロー入ってからはキャラクター僕の中ではなんか開花した気がしますね。うん、でまあ、研修生時代そんなくるみんだけどやっぱり演劇の方が少し魅力あってであと声ですよね。もうアニメ声みたたいなことよく言われれりしますけど、まあ、それは ああいう声を定位置で出せる技術ですからもちろん本人が好きでそういう地声とも重なってというのはあると思いますけどまあ彼女の何愛うか可愛いさをもうよりより艶やかにしているというのがあの声質だと思いますね、まあ、僕も漏れなく彼女の声質でいろんな物語もそうですし歌を歌われるとああいいいいもん見てんなっていうふうに思います。で じゃあ歌手としてのとところ行きまししょうか、えー、と歌手としてのポイント大体これ3つ僕言いますね3つに今日もまとめてお届けしたいと思っております、えー、とまず最初に言いました声というところですよねで声質これはやっぱり最初に男性ではなかなかこういう声って当然ですけどまあまあもともとの何ですか声質というところで当然違うんですけどアニメ声で男性ってなかなかピンとこないじゃないですか。 でアニメ声ってアニメもいろいろあるよっていうのは分かるんだけれどもまあ僕みたいなクラシックなスタイルの,あの人の聞き方のアニメ声というのはもう高瀬くるみたいな声のこと言うんですよ。で彼女の声甲高いようでいてつうの耳障り悪いところには絶対いかないね抑制の効いたアニメ声なんですね。でこれがコントロールされているっていうことがポイントで。でハローの 多分今メンバーの中では彼女しかいないんじゃないかなそういうのがあの高瀬の魅力な気がします、えー、でそれでまあそのアニメ声1つねで2つ目で歌手としてのところで言うとこれねあの優秀な方々にあの共通しているポイントですけども同じポイント同じ表情でほぼほぼ何回何十回も歌を歌うことができます。 金沢智子なんていうのもこれ近いところあるんですよ。うんなんかそれ,それしかできない説とはまた別としてこれは技術ですよ。ねなんか恋愛奉行なんていうのもそうですし、えー、なんだっけ文化祭実行委員長の,の冒頭ですかとかもそうですしあ寸分たがわずみたいなことですか あの恐れ入りますね。毎回そのもう感心して見てます。でそういうなんていうんですかもう同じことを繰り返せるなんか再賛生す <laughs> 言葉間違いそうだねあの再生性と高いね <laughs> 技術これが2つ目。はいで3つ目いきましょう。えー、高瀬くるみグループの中でそれでいてです。それででいてグループの中で まあこれは歌曲作ってる人たちの配置っていうのもあるんでしょうけど、まあ、悪目立ちませんということとです、まあ、ともすればアニメ声でこれだけのことができるとなるとキャラ立ちさせて目立たせたいみたいなところ色が色を出したくなっていくんですけどやっぱハロプロ素晴らしいですねそういう方には持っていきませんスパイス止まりねというふうに思っておりますさあ からですえっと、スパイス止まりということこの表現はいい意味と悪い意味の2つが出てきますじゃあこれ第2つ第 2, だ第2弾第2段目の、えっと、クルミンのワードに行ってみたいと思いますビヨーンズねビヨーンズ素晴らしいですねこんなすげえグループにもうたかだか1年ぐらいでなると思いませんでしたおそらくハロプロの歴史の中でもグループの伸びとしては でしょ協調性も含めてピカイチでしょう、えー、とこの中に、まあ、一応かと高瀬がいるというこの面白みここで言ってみたいと思いますえっ、ー、と声の魅力で高瀬をつないでそして一応かの魅力というところを何で持ってくるかというこの比較になるんだけど一応かはやっぱり、ね、キャリアと電車愛としましょうか電車愛 非常に明るいですよですよね,ねネガにする意味がない分野なんですけどでそ,そういう一岡みたいなキャラクターに対して高瀬もちゃんとある種の自分のキャラクターを保ってこのブレンドできるんですね。で一岡の場合声というところで何かをこう強く持っていくということではなくやっぱりその電車愛とかキャラクターの方で持っていった。で高瀬の方は キャラクターはまあやろうとしてたんだけどまあでもパンダさんパワーとかパンダさんパワーじゃないですかもう今そういうところはちゃんと引き最終的に抑制の効いいたっていうところはそれでキャラクターでやるっていうんではなくやっぱり本人の声っていうところを自分がちょっとお母さんキャラって本人なんかで言ってたけどっていうところでああもう自分は1個引いたところでやろうって。 決めていていでも声の魅力は残すもうにじみ出る僕はここを選んでるような気がするんですよ。えっ、ー、とねハローのメンバーの中でも抑制聞かすっていうフェーズに入るのはすごく早い、えー、と感覚僕はそういうふうに思っているんですがまあ今日バースで二で21歳ですよね21歳と申し上げますと小田さくら先日ねお話し,しましたけど同い年なんですよね。 でこれこれ面白いですよねなんか全然高瀬の方が若く見えるんだけどでも本人はもう声のの使いい方とししててはつつ目3つ目ぐらいの段階に行ってるような気がしますねまあまあこれがじゃあ第今日ブロックで言うと2つ目のところのまとめですよ。ビヨーンズとしてのポジションというのがおそらくそうさせているということです。 じゃあそれで今日は大きなセクションの3つ目を喋ろうと思っていたんでそこを最後のセクションに入りたいと思っています。えっとね高瀬くるみ自体が苦労をしているっていうふうになんか僕はね最初は見えてたの苦労人に。だけど去年のバースデーイベントを見させていただいてねお母さんの手紙もそうだけどもそれ あ,あの年齢で、まあ、遅咲きっていうふうに言われてしまう社会なんですねアイドル業界というのは。ねあの年齢であれぐらいの苦労をしていて到達するっていうのがこれアイドルなんていうのハロプロ同それで本人が今の抑制の方に入れてるっていうところこれは面白い。 先々そんなに遠くない未来でしょうけどおそらく違うシチュエーションでの仕事だったりキャラクターの出し方っていうのはまあ出てくると思いますもうそれだけの実力もありますし魅力もありますだけどもやっぱビヨーンズで何かをしていかなければというねこれは僕はねイズム彼女は継承してると思う イメージの中にあると思うなんかね民間人のぐなが猛虎みたいなとこを感じます <laughs> まあお母さんの手紙とかでもう号泣ですよねもう親子素晴らしい絆なんでしょうね伝わってきますでそういうところはながは見せないじゃないですか見せなかったじゃないですかでも高瀬はそこをね全然なんか 地からようここそみたいなことをできる感じだし <laughs>、うんなんか庶民,庶民的っていうのが一番いい意味で魅力を引き立たすワードになってるなっていくような気がしますね。高瀬くるみえっ、ー、と僕の中では今最後言ったところっていうのがあとこれは魅力です。ビヨンズのさまざまなね優秀なメンバーの個性的 そしてかわいらしい、うん、今もうノリに乗ってるねビヨンズの中で高瀬くるみというような役割をたくさん考えたと思います、まあ、演劇で頭角を僕にとっては表しそして歌のスキルももう全然歌手としていけるだけの実力を持ち、ね、そのために努力されたと思います、まあ、そして,こうやって21歳を迎ええー、っとね ままあまあ今月はしょうがないでしょ。ね、でビヨーンズホールコンサートも決まりというところですから、ね、その頃はコンサートやっているということを願いましょうそんな中まあね映像もね最近ビオは非常になんていうかサービス精神旺盛で楽しませてくれてますけどあのサプライズバースデーみたいなのねやってやってくれててねさっき見た後でこれ撮ってますけど <laughs> ね メンバーの中いいの伝わってくるのがなんか嬉しいっすよね。でまあここ全然ここも技術の面では切磋琢磨しながら伸びていますしそういった中で3月16日を迎えられたのがあのいいんじゃないのかなと思ってまあポジポジポジな感じで <laughs> 今日はくるみんのバースデーを祝いたいそして皆さんとそんな気持ちが共有できたらなんて思って、えー、とこの動画を締めたいと思っております。 またビヨンズの話であったりくるみん演劇なんていうところねもうちょっと掘り下げられるような、あのー、会話作りたいと思ってますんで、うん、そうそうチャンネル登録なん,でなんていうのをしといていただけますと結構毎日ハロプロのさまざまな話題まあさまざまな日に適切っぽくお届けしようと思ってますんでお付き合いいただければと思ってます。それでは3月の16日 高瀬くるみちゃんのバースデーにお届けしましたクニオでした。またね。